はいこんにちは開始までもう少々お待ちください、うん、はいそれでは科目別のリスタートガイダンスの監査論ですね始めていきたいと思います進行します平林ですよろしくお願いします 本日は監査論の高橋先生にお願いしてガイダンスですね、これから合格、えー、発表を待たずに早めに開始される方ともしかしたらこのセミナーを合格発表後に見られる方もいらっしゃるかと思いますので、まあ、時期ごととかあの、まあ、どういったことをどういう力を伸ばしていくかとかそういう話をお願いできればというふうに思っております。そそれれでではは高橋先生よろししくお願いいます。セミナーを始めていこうかなと。 思いますがまず最初に簡単に自己紹介させていただきますけれども、カンサロ論講師をしております、高橋と申します。で、今日のまの一番最後にも出てくるんですけれども、合格したのは2003年でして、今日が。 2024年の9月20日なので、まあ、もうかれこれ20年以上前ですね、もうかなりあの年も取りましたけれども、あの私自身はまあリスタートの経験があるといいますか、まあ、試験制度が違うので、あの一概に皆さんと一緒というわけではないんですけれども、論文式に関しては2回受けてます、2002年と2003年ですね。 でまあ、科目免除とか担当免除がない時代なので状況としては皆さんとは異なることにはなるんですけれども、まあ、その時の,です、ね、あの話なんかもあのいろんな受講生の方から相談で聞かれたりもするので答えたりすることはあるんですが、まあ、ちょっとそこら辺も含めてです、ね、あの皆さんのお役に立てればいいかなと思っております。 でえー、と今日の,あの、まあ、このリスタートドガイダンスということなんですけれども、あの他の科目を受けられた方であれば、まあ、なんとなく流れについてはあのお分かりいただけるかなと思っておりますが、まず簡単に、あのこの間の論文の本試験ですね、まあ、その時の解説もお聞きになった方もいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、改めて再度、簡単にお話をしたいかなと。でそのの後ですすね学習を再開するに向けての ポイントになりますけれども、まあ、ちょっと簡単ではありますが、いくつかコメントをさせていただければいいかなというふうに考えております。では、まあ、早速ですけれども、論文の本試験ですね、ちょっと見ていきますけれども、まあ、思い出したくないという方もいらっしゃるかもしれませんが、私はちなみに2002年は実際は落ち結果的に落ちた年なんですけど、 あのまあ、大学が試験会場だったと思いますが各科目試験が終わるたびにその大学のゴミ箱に試験問題は捨てていたので廃棄していたので、まあ、自己裁定も何も一切できなかったんですけれども、まあ、結果的に不合格になっちゃったんですけど、まあ、同じようなあの思いというか思い出したくない,い,くな,いなと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、一応 あの過去問を分析するということも一定の意義はありますので、まあ、改めて見直しをしていただければなともちろん今年出た問題が去年ではなくて来年ですねすいません来年出ませんのであのがっつり書けるようにする必要はないんですけれども、まあ、特にある程度傾向をつかんでいただく上では分析した方がいいかなとでまず集大分野、まあ、これは皆さんご存知 かなと、まあ、当連でも、えー、幾度もお話はしているところではありますけれども、第1問が理論問題、第2問が事例問題、まあ、これはあの例年、あの比較的スタンダードというか、多い傾向にあります。で、設問の具体的な構成ですね、第1問、第2問、簡単にあの回答行数と入れてますけれども、第1問がですね比較的理論問題と言いながら、結構いろんな論点から出題されました。 まあ頭から傾斜確認書って話もあれば、ちょっと視差が唐突感がありましたけどね、あとはリスク評価とか、グループ監査はまあ、どうなんだろう、出ないんじゃないかなって、個人的には思ってたんですけど、まあ、あまり改定ドンっていう論点ではなかったので、まあ、あえて出してきたのか、ちょっとそこら辺は分かりませんけれども、まあ、いずれにしても、あの理論問題として出題されてます。 で第2問ですね、これは論文の,あの解説の動画でも話したんですけれども、参りました、えーまあ、こんな問題が出てくるとはちょっと想定していなかったので、まあ、かなり問題を解いている最中でも、えっっていうふうに思われた方もいらっしゃったかもしれませんが、まあ、事例、仕入れを中心として、まあ、あと不正も絡めてますよね。 リスク評価の問題と不正と両方を絡める問題ってあんまり多くないんですけど、今回はまあ両方聞かれてました。で問題3は、まあとで話しますけど、まあ、できなくていいです。ボツボツなので。まあ、委託業務という、まあ、これは申し訳ないんですが、テキストにも入れていない、えー、実務指針から出題されていたので、まあ、ちょっとこれは取れなくてももうしょうがないかなというところです。まあ、ただあの、この 本試験をどうやったら取れるようになるかっていうところは、さっきお話しした通り、来年同じ問題も出ませんので、これを詳細に分析する必要はないんですけれども、一番重要なのは、どこの問題を取らなきゃいけなかったのかというところになるわけですね。まあ、そこに関しては、えーまあまあ、これはあ試験分析、今お話しした内容をずらっと話しているだけなので、まあ後でさらっと眺めていただければいいんですけど、 あの取らななきゃいけないけ問題ですね、まあ、問題だけ入れてますけど、これ、上から4問でした、問題1の問1、問2、問3、あと問題の2ですね、まあ、これ、ちなみに戻ると、検査確認書の入手意義、あとは示唆の相違、監査予定の設定理由、でさらに重要な区議表示リスクの評価が暫定的となる理由ってあるんですけど、このうち問題1の問2、問3、問題2。 この3問は論文対策問題集に載ってる問題だったので、それをきっちり学習している方は、来た瞬間に、お簡単じゃんと思ったはず。であとは問い1ですね、一番冒頭の問題ですけど、こちらについては、経営者確認書の入手意義、これ、二重責任の原則の観点から説明させるという問題でしたので、入手意義、 確認書の入手歴2つありますよねあの、経営者の作成責任と監査職を裏付ける。なので、そのうちの1つ目の話を書いてもらえば、まあ、回答業数、これ5票しかないので、まあ、そんなに回答秒数が、まあ、余っちゃうてい人はいなかったんじゃないかなと思いますけど、まあ、これもおそらく、ぶなぶなにほとんどの人は取ってくるんじゃないかなと。で、ここまで取れると。 ということを仮に仮定すると、ですねこれ単純に足し算していくと、31行になるんですよ。5たす、6たす、8たす、5たす、7ですか。ってことは、70行分の31行は、まあ、言い方あれですけど、得意な人なら瞬殺できる、まあ、サクッと終わるような論点なんですね。で関西の方が苦手です でまあ、よくある質問として、事例がとか、あとは換気法がいろいろなあの質問を受けて、こういうのが苦手なんですっていう風な質問をよく受けたりするんですけど、この今年の試験に関してはです、来年もちろんどんなかゃ分からないですけど、今年の論文資本試験に関しては、基本的な論点さえ取っておけば、まあ、半分、配点は分からないですけどね、大抵分からないですし、まだ合格発表もまだこれからなので。 あの実際に、ね、平均点、ボーダーがどれぐらいなのかは想像もつかないですが、あくまで素点ベースで考えると、それなりの点数はまあ取れたということになる。で、監査論、ご存知の通り、団子になるんですね。なので、こういった問題で取りこぼしが出てきちゃうと、一気に、まあ、偏差値っていうんですかね、得点比率でいうと、下がってしまうという可能性がまあ非常に高い。 でこれらの問題で取りこぼした場合に、それをカバーするためには、他の難しい問題でカバーするしかなくなっちゃう。でそれは当然ながら難しいということになるので、まあ、改めてではありますけれども、基本的な問題をきっちり取る。その上で、どれだけプラスアルファですね、ほ、まあ、他の問題を取っていくかということが非常に重要になってくる。でこれはあの、 いつの時代もというか、私が受けてた時もそうですし、まあ、今もそうですし、まあ、去年も一昨年もそうですけれども、結局はまあ基本的な問題がどこで、それをどれだけ確実に取れるか、でプラスアルファで、他の問題ですよね、まあ、換気法を参照する問題もありますし、まあ、事例問題もありますけれども、それをプラスアルファで取っていく。なので まあ、事例問題、毎回出ますし、換気法をまとめる問題、その場で引いて、うん、これかな、あれかなって考えながらまとめたりっていう問題も、まあ、出るといえば出るんですけれども、それを得意にする必要は基本的にまあないんですね。基本的な問題を取っていくということがまあ非常に重要なんですよということになります。で、まあ、半分ぐらいしゃべっちゃってるところではありますけれども、それを踏まえた上で、 勉強を再開するに際してなんですが、まず講義ですね、可、え、燃、っと、度向けの講義としては、まあ、2種類、2種類って言ったらあれですけど、まあ、論文対策講義と、あとは Web 論点講義というものがあります。で、まあ、先に下のほうですね、Web 論点講義は、まあ、私の上司になりますけど、中里講師が担当してまして、これはあの論点別の講義になってます。 まあ、例えば、内部統制監査、まあ、それをさらにチャプターで分けていると思いますけど、あとは基準レビューとか、リスクアプローチとか、不正とか、継続給与の前提とかで、全部チャプターで分かれているので、論点ごとに買いつまんでみるという講義になっています。なので、基礎的なインプットにちょっと不安があるなという方は、この講義はあの非常にまあ丁寧に、その論点をまだちょっと不安があるかなっていう方向けに、 初学者向けというレベルではないかもしれないですけれども、比較的丁寧に説明をしているので、まだちょっと全然わからないなっていう論点がある方は、それをかいつまで見ていただければいいかなと。まあ、おそらく多くの方は、全部受け直さないといけないっていうことではないと思うんですね。もちろん一部としてはいらっしゃるかもしれませんけど、ですので、まあ、例えばあの去年受けていた講義を、 全部もう1回受けるというのは、まあ、あまり効率的ではないという観点からは、論点かいつまで受けるのはどうですかということで、このウェブ論点講義というものがあります。でもう1つは論文対策講義ですね、まあ、ちょっと短くて全部で6回の予定になってまして、こちらについては、えー、論文の合格発表が終わった後に開講になるので、まあ、今のところは12月以降に開講することが予定されてでます。でまあ2人 担当講師がおりまして、まあ、1人が私になるんですけど、もう1人は関西の講師でまあ、岡田講師という方が、えー、担当しています。でまあ、2人、えー、講師が担当しているので、同じ講義を展開してもまあしょうがないので、若干コンセプトが違います。で、まず岡田講師の方はですね。基本的にあの論文の対策という観点ではまあ、私とあの同じではあるんですけど、テキスト改めてちゃんと精読できてますか？とか。 まあここちゃんと理解できてますかとか、まあ、要はインプットです、ね、を中心とした、まあ、インプットに重きを置いた、まあ、テキストを横断的にちゃんと理解できてますかとか、まあ、もちろん初年度向けではないので、すべての論点を詳細に説明するわけではないですけれども、まあ、もうちょっとより論文にフォーカスしたという観点から、インプットに重きを置いた講義をしています。まあ、なので、どうしてもインプットに不安があるなと。 改めて全部のテキストを見直したいなという方は、岡田講師のインプットの講義を、まあ、インプットの講義というか論文対策講義を受けていただければいいかなと。でまあ、それでももうちょっとあれ、やっぱり何言ってるか分かんないなっていうような論点が仮にあれば、Web 論点の方をフォローしていただければいいかなと。で私の方はですね、まあ、ここにも書いてあるんですけれども、実際にまあテキストを を見たときに、それが論文式ではどのように問われることが考えられるのかということについて、まあ、過去問をですね、参照一つ。例えば過去問ではこういうふうに出てましたよっていうものを紹介しながら、まあ、アウトプットの橋渡しっていうんですかね。テキストの形はテキストの形としてまずインプットとして押さえていただくんですけど、論文ではこういう角度で問われることがあると。で、回答行数が ちょっとしかないケースもあるし、ま、だこんなに長いケースもありますとかで、こういう場合にはどういうふうに対応していくべきかということを付け加える形で、えー、講義は展開していきます。なので、その分だけ、おそらく内容の説明は岡田講師よりは少なくなります。どちらかというと、こういうふうに問われますとか、まあ、ここは出やすいです。まあ、ここはちょっとそんななにやらなくても いいですかねとかねと、まあ、ある程度、重要性のメリハリをつけつつ、まあ、本試験でこういうふうに出ますよっていうのが、まあ、主な講義内容になってくるのかなと。なので、まあ、ご自分の,そのまあ状況ですよね、監査ローンがどれぐらいのまあ立ち位置なのか、あとは当然、他の科目、特に今は計算やらないといけませんという,ような方もいらっしゃるでしょうから、まあ、それが12月までにどれぐらい進んでいるか。 あとはその12月までに、えー、監査論をどれだけやっているかですね、あのこの3ヶ月で監査論をいっぱいやってくださいねっていうわけではもちろんないんですけれども、3ヶ月ノータッチだとさすがに、それはっていうことにもなるので、まあ、ある程度触れておいてはいただきたいんですが、それを踏まえた上で、まあ、改めてどっちを受けようかな、まあ、もちろん両方見ると選択肢もなくはないですけど、 まあ受ける必要は必ずしもないです。推奨はしてないです。まあ、好みの問題ですね。時間に例えば余裕がありますというような方は、両、ま、方、あ、受けるっていう人も聞いたことはあります。まあ、ただ、一緒じゃなくて、まあ、例えば自分の講義、私の講義はどちらかというと、インプットよりはアウトプットよりではあるので、私の講義についてはもう後ろ、まあ、3月とか4月とかぐらいで、 あ,のある程度タッグのカリキュラムが空いているタイミングで受けるというような人は聞いたことはありますだらここら辺はもうどちらかというと個人の好みの問題ということにもなってくるので、まあ、あまりなんですかね、こっちやらなきゃダメこっち受けちゃダメとかっていうわけではないので、まあ、ちょっとまあ好みの問題ぐらいで、あとはご自分の立ち位置とかであの考えていただければいいかなということですね。で あとはそのどうやって抑えていくかっていうことに関して、まあ、さっきの話とかぶるんですけれども、あの出題される問題のま難易度っていうんですかね、これは1つの分け方です。あの私が個人的にざっくり分けると、これぐらいになるかなっていうことで分けてってるんですけど、出題難易度は A から E に分けてまして、A はさっきお話しした典型論点からの出題がまず考えられますと。で、 その次などはその場で換気法を引いて、ここなのかな、ここなのかなって、まあ、ちょっと探しながら、でまあ、まとめるような問題が、まあ、考えられると。であとは、換気法には載ってない、まあ、特に理論問題でありますけど、まあ、自分が知ってる知識を元にして、その場で考えて、問われていることに対して、答えになるように論述をしていくという問題。 であとは事例問題ですね。事例を分析して、まあ、この中にあの暗記吐き出しみたいなものもなくはないんですけれども、まあ、ただ一応まあ事例問題としても一緒負担にしちゃってます、ここは。例えば、アサーション答えなさいみたいなものも、事例問題の中にも入れちゃってるんですけど、であと最後、ポツモンですね。まあ、これはもういいでしょっていう問題は、あの理論も事例もあの両方考えられますので、まあ、これは第1問題にも共通かなと。で毎年そう っていう傾向が続くわけでもちろんないですけど、参考としては去年これぐらいの割合でしたっていうのを右にあの並べてみてます。で、そうするとまあ特徴的なのは、のまず、没問はあの委託業務ですね、一番最後の問題。これはもうできなくていいです。なので、無視になりますけど、あとはまあ事例問題はあのもう、十中八九その場で考えなきゃいけない。で、まあ、事例を、千差万別の事例を読み解いていかなきゃいけないので、 まあかなり難しいかなと。で、まあ、D にしてるんですけど、まあ、上から順番に考えていくと、まず皆さんが抑えなければいけないのは、典型論点ということになるわけですね。で、学習を進めていくと、どうしても、どうしようかな、換気法どうしようかな、事例どうしようかなっていうふうになりがちではあるのですが、 あのさっきお話しした通り、まず A から取ってもらえれば、基本勝負にはなるんですね。で、今年に関しては、換気法を引いてまとめる問題、まあ、引かないとわからない、まあ、例えば、えー、特定項目抽出と、監査サンプリングの相違については、換気法に載ってはいるんですけど、まあまあ、典型論点で論体の問題書にも載っているので、この B には入れてないんです、まあ、A に入れちゃってます。 B に入れているのは、その場で環境を初めて引いて、探してまとめるっていったような問題で、それは4行しかないんですね、出てないんです。ってことは、これをどこまでやった方がいいかっていうと、そんなに重要視した方がいいですかねとか、まあ、要は本試験を分析していくと、どういう問題、どういう論点から押さえていけばいいかっていうことがまあ見えてくるわけですよ。 まあ、事例は苦手ですっていう人は多いかもしれないですけど、まあ、この中では、まあ、繰り返し言いますけど、これ私の主観なんですけど、D なので、A を差し置いて、じゃあ D やるかっていうと、ちょっとそれはってなりますよね。でさらに、じゃあ事例問題得意な人はいっぱいいるのかって言ったら、当然いないわけですよ。なので、こういったことも踏まえた上で、どの論点、あるいはどういった質 に対して正解できるにしていくかということを考えていく必要があるわけですね。ということで、ま,あ、まとめになりますけど、まあ、基礎的なインプットが不十分だなっていうふうに考えている方は、岡田講師の論文対策講義とか、あとはウェブ論点も中心に受けていただければいいかなと。で、インプットはまあまあできてるんだけどなっていう方。 あるいはまあより本試験でどういうふうに問われているかということを、ちょっと網羅的にはないですけど、論点ごとに知りたいという方は、私の講義を受けていただければいいかなと。でただ、いずれにしても、ですねあの自分で、これはもうあの自分での自分の判断といいますか、それこそ監査論が得意な人と苦手な人と、時間かけられる人と、あんまりかけられない人、要は個人によって優先順位に変わってくるわけですよね。 でその方によって、この A から E、どこに手を出していくかっていうのは変わってくるわけです。ただ、万人に共通している、全員に共通しているのは、A は確実に取れるようにしましょうねがまずスタートなんです。その上で、BCDUE、どこまで手を伸ばすか。ただ、当然時間は限られています。 忘れる生き物はなので、ここについてはあのいろんな相談も受けるんですけれども、私個人としては A を確実にする、でその上で BCD はもう部分点取りに行く。ただ、どうしても気になる、BCD もある程度取れるようにしたいんですっていう方はまあ止めはしませんけど。 もちろんあの、やった方が高得点は取れますので、ただ、A を取りこぼす確率は上がるんだっていうことは認識してください。で、一番確実というか、まあ、あの合格する可能性が高いというか、一番近いのは、難易度 A、もうプラスアルファです。A を確実に取る。で、B から D は得意にする必要は全くなくて、まあ、それなりに取れれば、点数を部分って積み上げられれば、 まあ52 56から56ににはは基本的には行きますこれを例えば、絶対科目合格が欲しいんですっていう方は、あの話は変わってくるんですけど、まあ、監査論で科目合格を目指すっていうぐらいの時間があるなら、個人的には計算に使ったほうがいいかなっていうところもあるので、まあ、ここら辺はそは個々人に置かれている状況にもよると思いますので、 まあできれば私はなくても全然構いませんけど、いろんな講師に相談をしていただければいいかなという感じですかね。であとですね、よく質問を受けるのは、あのこれからまあ勉強始めるにあたって、特にまあ講義がまだ論文対策講義がないので、昨日かな、一昨日かな、ちょっと質問をあの受けて、実際25年目標のテキストと問題集とあって、まずどこからみたいな。で特に質問が多いのが論文対策問題集を使いながら、 学習したいんですけどという質問をよく受けます。なので、まあ、簡単にあの使い方、まあ、こんな使い方ありますよっていう紹介だけさせていただくとですね、論文対策問題集、これ、扉の方に書いてありますけど、論点を知識する、ん違いますね、論点の知識を確認する問題と、あの過去問、まあ、2部構成になってます。まあ、開いていただければ分かるんですけど、 であの過去問については過去問ですから、今見る必要は全くなくて、まあ、ここで応用答練終了以降となってますけれども、具体的には3月、4月以降ですね、で必要に応じて、まあ、答案構成まで実践するぐらいですかね、当然、書く必要はないです、書くとものすごく時間かかるんで、答案構成するぐらいですから、例えば大問で、第1問、第2問ありますけど、まあ、15分とか。 15分、15分とか、まあ、せいぜいそれぐらいですかね。なので、現時点で気にする必要は特にないんです。で、今から例えば、じゃあ、監査論やります。じゃあ、問題も解きたいですってなったときに出てくるのは、上ですよね。論点知識確認問題ということになるかなと。で、まあ、対別すると3種類に分けられるのかなっていうところなんですけど、これもまあざっくりベースですけど、まあ、書けるように覚えるべき問題がまずあります。典型論点として。これはあの 今年の本試験で、さっき難易度 A にしてましたけど、それに含まれる問題です。で、二つ目が、ポイントとか、あとは環境を規定を確認してください。ここに環境載ってますからねとか、あ確かに載ってる、載ってると。テキストにも載ってた。これ環境にも載ってるんだ。まあ、その参照の交番号書いてあるので、まあ、確認はもちろん、パッと見ればできるんですけれども、まあ、ポイントを押さえていくっていうような問題が一つ。で、もう一つは、用語の意味内容ですね。まあ、例えば定義とか、あと、まあ、ちょっと穴埋め問題が、 入っていたりもしますだ、これはどちらかというと、諸学者向けなのかなっていうところではあるので、例えば、えー、財務諸表監査総論の定義とかは、換気法に載っていないので、覚えなきゃいけないっていうことになりますけど、換気法に載っているような定義については、ひ、まあ、きゃ載ってますから、なので、まあ、1回、これ、換気法載ってるな、確かあんな定義だったな。 ということが出てくれば、繰り返して、まあ、要は何回転もさせる必要はないかなというような3種類に分かれますかね。で、最初にじゃあ何やるかっていうと、1ですね、書けるように覚えるべき問題、まあ、要はどこからやらいいですかって話になるので、一応は列挙してみました。 まあこれはまあちょっと個人的観測というか、主観というか、なんかいろいろ入っていたりはするんですけれども、典型論点、1つは、環境に載ってない、でも出たら、そのまま書けるようにしなきゃいけませんよねっていうような問題がまあ中心として、あとは環境法に載ってるんですけど、さっきの,あのサンプリングとかみたいにまとめて書くとかですね。 まあこれぐらいは引かなくても書けないとねっていうような問題も一部入ってます。で、まあ、ちょっと記号と三角と、括弧して全って書いてあるのがあるんですけど、このうちただ三角はですね、かっこ4年内に出題実績があるので、まあ、ちょっと重要性落としてもいいかなっていうのがこれらです。 でもう一つ、かっこ全って書いてあるのは、これ、全文の全なんですけど、いけてる略ではなくて申し訳ないんですが、まあ、設定全文なり改定全文です。で、まあ、聞いたことある方も多いと思いますけれども、あの設定全文や改定全文の内容が出題される場合ですね。今年はあんまなかったのかな、去年は出てますけどね、まあ、よく出るんですけど、その場合は、ほぼままで出ます。 ままで出るか、ちょっと圧縮して書くかです。なので、改定全文や設定全文に関しては、まあまあ正確に書けるようにしてください。あの手を変え、品を変えとか違う角度から出されることは基本ないです。このまま回答として書くっていう、もう一つのパッケージになってますみたいな感じなので、できれば文章、をー書けるようにするのが理想です。で 要するに、短かったら、その覚えた内容をちょっと圧縮して書くという感じですかね。で定期的に出ます。まこ今年はたまたまなのか、出てなかったとっいうのはありますけど、まあ、典型論点は定期的に出ていると、こ、まあ、今年もいっぱい出てましたし、ということはあるので、まずどこから覚えた方がいいですかということに関しては、まあ、ここに載っているものから覚えるようにしてください。まあ、対策問題集でで見てもいいですし あの当然、ここに載っているものについてはテキストにも載、えー、っかっている論点になりますのでテキストベースでもいいですしまずは抑、えー、えるようにしていただければいいかなとでその後徐々に他の問題も含めて手をつけていっていただければいいかなとその間にまあ講義を、まあ、ウェブ論点でもいいですし論文対策講義もそうですし多分まあ始まるなりしていくでしょうから、まあ、それで徐々に 講義を受ける問題を解くとっていうことをまあ両輪で合わせていただけるといいかなということです。で、ちょっと話変わりまして、教材の変更点ですね。これもまあよく質問を受けますし、昨日、一昨日すみません、忘れましたけど、<laughs> えーえー、まずいですね。昨日、一昨日も忘れちゃって、ちょっとまずいですけど、質問を受けたんですけど、まあ、どこが変わってますかっていう。主に変わったところはですね、まあ、去年、今年 えー、上級講義を受けた方はご存知かと思いますけれども、グループ監査に関する換気法の改正について、24年目標は差し替えページを、えー、配布していましたけれども、それがテキストの中に入ってます。まあ、なので、まあ、改正というか、差し替えページ配布から冊子に入りましたっていうのが一つ、あと内部統制の基準が改定されていて、これを反映しています。ただそんなに何ですかね もう丸が×になりますとか、すごい大きい改定、グループ監査みたいな大きい改定っていうわけではないので、まあ、そんなに、まあ、さらには論文っていうことを考えると、あんまり出てない、内部統制監査自体がですね、なので、まあ、そんなになんですかね、あんまりこう構える必要はないというような改定なのかなと。 であと、四半期レビューが期中レビュー、これはあの今年もちょっとまあ話題になりましたけれども、試験範囲入るか入らないか、でこれについては、25年目標のテキストを作っている時点ではちょっと分からなかったので、25年目標のテキストは、四半期レビューのままで作っています。なので、グループ監査、24年目標のグループ監査と同じ形にはなってしまうんですけど、差し替えページが配られる予定です。 なので、グループ監査と同じように扱っていただければいいかなと、ただ、まああの、ほとんどの方はご存知かと思いますけれども、大きく分けると、第1四半期、第3四半期がなくなりました、まあ、その結果として、四半期ではなくなったので、第2四半期だけになったので、文言が期中レビューに変わってます。まあ、ちょっとと任意でレビュー受けるとか っていうところがややこしかったりはするんですけれども、これも四半期から基中レビューに変わって、考え方がガラって変わったという話ではないので、まあ、そんなに抵抗感なくあの受け入れることはできるんじゃないかなと思ってます。まあ、これが主な改正ですね。で、あと追加された内容として、下、入れてるんですけど、ただ、報酬関連情報と改正禁止法を、 どっちかっていうと、担当向けなのかなっていうところではあります。報酬関連情報に関しては、基本的にはまあ倫理規則の改正に伴ってということになるので、まあ、あと改正禁止法も、基準レビュー絡みのところが中心になるので、まあ、あまり影響はないかなというところです。論文対策としてはですね であとはテキストの接扉が今までありました、学習上のポイントとかっていうのがあったんですけど、まあ、そこを全部取っ払って、ですねあの確認問題演習という別冊にしてます、別の冊子が1冊増えてます。で、過去書きで当該問題演習の中から上級ミニテストを実施ってあるんですけれども、まあ、つまりこの確認問題演習は、本当に監査さんの初学者の方向けの教材になってます。 で25年目標から上級講義でミニテストを実施することになっているんですけれども、もちろんあの1回、監査論を学習している皆さんであれば、まあ不要かなと、でただ、これも繰り返しになりますけど、監査論も全然苦手なんですとか、一からやり直したいんですみたいな方は、活用していただければいいかなと。 この確認問題演習に関しては、まあ、見ていただければわかるんですけど、簡単なまあ丸抜き問題がぶわーっと並んでて、簡単な穴埋めが並んでる、本当、ミニテストみたいな感じですけれども、基本的な論点の確認をある程度網羅的にするというものなので、苦手な方は1回解いていただいてもいいかもしれないですけど、あの回転教材ではないです、可燃度の方にとっては。 まあなので、これもあの開いてみてやったほうがいいかなと、まあ、すごく苦手意識がある方はまあ使っていただいてもいいかなというぐらいです。まあ、初年度の方は使ってくださいっていうふうに言いますけど、あの2年目以降の方はまあ必要に応じて使ったほうがいいなという方は使ってくださいということになります。で、あとはですね、あのテキスト変更するしない論争、論争になってるか分かんないですけど、まあ、これもあの ちょこちょこと聞いたりするんですけど、極論申せば趣味です。もちろん、あの、ガラってテキストが変わったのであれば、あの変えた方がいいですっていうことはもちろんあるんですけど、今年に関してはさっきお話しした通り、基準レビュー差し替え、グループ監査は差し替えのページで勉強してましたっていう方であれば、まあ、20年目標使いたいです。例えば、去年の使いたいです。まあ、毎回、毎年、 よく一定の相談を受けるんですけれども、これは個人的な考えですけどね、基本的には変えたほうがいいかなと思ってます。で、自分はあのーまあ、4年半タックに変えてまして、なので、感想論のテキストは4冊あったんですけど、毎回新しいのに変えてます。まあ、単純にきれいなほうがいいっていう、テンションが下がらなくて済む、なんかボロボロのテキストり僕はきれいなほうが良かったので。 そっちの方がなんかフレッシュスタートみたいな感じで、僕は良かったんですけど、でもあの使い込んだテキストの方がいいっていう方もいらっしゃるので、一概にどっちがとか言えないんですけれども、自分が思っていたのは、その去年のテキストにマーカー引いたり書き込んだりしてるじゃないですか。で、それは今年もいるのかということですね。ここにも書いてますけど、そのマーカーとか書き込み、本当はいらないんじゃないかと。 で学習が進んでいればいるほど、不要な書き込みが増えていくはずなんですね。で私もそのテキスト4冊がありましたけど、最後の年はマーカーはまあ多少引いてましたけど、書き込みはかなりなかったです。まあ、要は書き込まなくてもわかるからですね。 ただどうしてもそっちがいいんですって方はま止めはしませんけど、理想はそのテキストに書かれている文章を読んでそのまま理解できるのが理想なわけです。例えば英語の文章があったするじゃないですか。わかんないな、全然わかんないなと思ったら調べますよね。皆さんがどうやって英語を勉強してきたかわかんないですけど、で、わかんなかったらこれどういう意味って書くと思うんです。実際の,あの中学とか高校の英語の勉強 はそうやってないとは思いますけど、いきなりバッて英語の文章を与えられて、じゃあこれ読んでくださいって言ったら、普通、メモするじゃないですか。でも、英語ってそのまま読めるのが理想ですよ。で、カウンサルも当然それが理想で、そのまま読んで、そのまま理解できて、それをあの踏まえたであで、あの論述ができるのが理想なんです、ね。これ、書き込みがあると、書き込みに目が行くんですよ。絶対にいますよね。 そうすると、こっちが記憶に残るんですよね。文章じゃなくて、活字じゃなくて、書き込んだ方が砕いている文章なので、そっちが頭に残るんです。僕は少なくとも残ってました。それで、その論点が論文の問題で出てきたときに、文章を思い出して書かなきゃいけないのに、書き込みを思い出しちゃうんです。で書き込みを思い出したところで、それって、 論述できないので、しちゃいけないですから、当然。結構、あのアウトプットするときに書き込みって足かせになるんですね。なので、できれば、その文章だけ読んで理解できるという状態を作るのが、まあ、究極的な理想なんです。なので、できれば書き込みは減らしていってほしいんです。で、それでもやっぱり分かんなかったら、また書き込みはいいっていう話なんですね。なので、おすすめとしては。 なんか押し売りみたいな感じになってますけど、えっと、5行目とかありますけど、24年目標のテキストの内容を25年目標のテキストに反映していくんです。で、1回転する。ちなみに僕はこれを1日かけてやってました。カ査論だったら1日かけて頭から全部映していたんです。これはいらないかな。あれで、逆もあります。あれここ全く真っ白だったみたいな。本当に良かったのかな。 そうすると自分の,あの論点を抑えてるってことの、まあ、エアポケットじゃないですけど、穴みたいなところも見えてきたりするところもあるんですね。ここすげえ手薄だったなとか、まあ、この書き込みいらないかなとか、このマーカーもちょっとまあいいかなとか。でそれを元に、えー、1日かけて、それでも1回転。で、それで結構ですね、記憶に残ったんですね。繰り返しになりますけど、僕の場合はですけど。 なので、まあ、新しいテキストに反映するというのが、僕は合っていたので、まあ、例えばそれはどうですかという説明でした。で、まあ、あとあ、いろいろ考え方ありますけど、例えばあの他校から移籍してこようかなと思っている方とか、まあ、あとは書き込みとかどうしようかなとか、あと、ちょっと今、ここ見えてるんですけど、 あの岡田さんの講義を受けていたという方、あるいは、まあ、岡田さんの講義、気になるなという方については、ここに書いてあるんですけど、この初学者向けの、まあ、1年目の方の講義がもう終わってるのかな、であ,のあらかじめあの書き込んでいただいている、まあ、ちょっとお手伝いをしている方に、えー、書き込んでいただいているテキストがあります、まあ、なので講義を1回聞いたテキストみたいな感じにすでになってるんですね。 なので、例えばそれをダウンロードして、まあ適宜加工していくというのも一つ考えられるかなと。ちょっと参考までに、これ、リスクアプローチのページになってますけど、まあ、こんな感じで、ビやっとか、まあ、書かれているわけですね。なので、例えばこういうのを参考に一回転しちゃうというのも一つですかね。 ここら辺も繰り返しで申し訳ないんですけど、どれぐらい皆さんが監査論を得意にしているか不得意のままなのかにもよってくるので、まあ、ものは試しでやってみるということになるのかなと。1、まあ、つ、参考の資料として提示しているので、見ていただければいいかなと。以上 になります、まあ、ちょっとまあ時間も限られているので、かいつまんで説明ということにはなりますが、あとは個別であのテキストとか、まあ、あとは自分はこういう状況で、ほ、まあ、他の科目の内容も含めてでも構いませんので、まあ、いろんな講師の方にまあ相談をしていただいて、まあ、早めにスタートを切るというのがいいのかなと思っています。 でまあ、最後にはなりましたけれども、まあ、私自身、リスタートを経験しているというところではあるんですけど、まあ、見せるのもちょっと恥ずかしいんですけど、まあ、4年半、タックに通ってまして、大学3年、大学4年、卒1、卒2、のね、18歳の頃にタックに入って、受かった時きは23、まあ、それでもまだ若かったかなと。 はあの始めたのが早かったのでね、なので、恵まれてたのかなというところではありますけど、初年度の模試の偏差値、忘れもしれない、僕、38歳なんですよ。まあ、昔のタックの,の全国模試はです、ね、この時は確か2000何百年受けてたと思うんですけど、その2200、200、300とかかな、2100とか、多分、受ける意味ないくらいのレベルだったんですね。 でまあ、4年かかりましたけど、最後の年は一桁でした、カンサロンは。で、まあ、70ぐらいまでいきました。まあ、なので、まあ、もちろん4年かけりゃっていう考え方もできますけど、その間、あの成績は伸び続けてます。まあ、その初年度がもう目も当てられないほど勉強してなかったっていうことはあるんですけどね。 ちなみに、その初年度は、なので、えっと、全国模試の順位は2000番以上でした。当時は、えー、と1回目が3000人と受けてたんで、2000何百番とかそんなもんでしたけど、2年目は2001年は800番でした。まあ、担当1問足りなくて落ちたんですけどで、3年目は200番でした。で、4年目は総合で2桁でした。なので、まあ、成績は、 まあ災害のことに順調にまあ伸びていったんですね。で、まあ、結論申せば、基礎論点の取りこぼしがだんだん減ってきました。それが大きかったですね。で基礎論点で取りこぼさないと、ミスが減りますよね、悩むことも減りますよね、時間が余るんです、それは普段勉強している最中もそうですし、問題解いてる時もそうなんですけど、時間が生まれるんです。 でその生まれた時間を使って、基礎論点以外の、つまり応用論点にも取り掛かることができる。そうすると、点がもっとドンって伸びて、他の人よりも下にいくことがまずなくなるんですね。なので、常に成績が上位で安定している人は、基礎論点にかけている時間が少ないんですで。その基礎論点にかける時間を少なくすることができるのは、 この時期なんですね当然、あの時が経てば経つほど応用、当然直前、当然、もしとかいろいろと難しい問題が増えていきますよね。そうすると、そっちに時間が取られるので、簡単な問題にかけてる時間は減ってきちゃうわけです。ただ、その基礎的な論点、簡単な問題を取れるような状態にしておけば、かける時間は少なくてもいいわけですよ。そこで取りこぼさないわけですから。 なのでその状態、まあ、基礎固め、土台固めっていうんですかね、それをまず今のうちに徹底する、まあ、欲を言えばそれは直前期にな,れなっても、本当にこの問題簡単だけど取れるかなって見直しはし続けていただきたい、少なくとも今年の監査論の問題に関しては、半分近くは典型論点から出ているっていう事実はあるわけですね。 これで来年、それがちゃぶ台ひっくり返っちゃってたら申し訳ないってことになるんですけど、そうすると、まあ、皆さん、偏差値とか点数が下がるので、まあ、それはそれで状況が変わるわけではないんですけど、基礎論点は取らなきゃいけない。まあ、その状況は変わりませんので、まずは基礎論点はどこで、それは自分は取れるのか、で、その上で、さらに応用論点をどこまで取っていくのか、その優先順位をまず作っていただくこと。でそれを 元にして、ちょっとずつですけどね、まあ、近道はないので、地道に勉強を進めていただければいいのかなと。でまあ、もちろん、今9月ですので、まあ、なかなかですね思うようにいかないっていう時はやってくるとは思いますので、それはつどつどいろんな科目の講師の方に相談しつつ、ですね軌道修正して成績を伸ばしていっていただければいいかなと。いうことで まあ簡単ではありますけれども私からの話は以上とさせていただきます。ありがとうございました。はい、高橋先生ありがとうございます。それではここから私も一緒になってあの座談会形式でお話を伺えたらというふうに思います。よろしくお願いします。そしたらえっ、ー、とちょっと先ほどのスライドのところとかでいくつか私からもあのお話を伺えたらなと思うんですけどもう一回スライドを共有していただいてもいいですか。はい、ああはいはい。はいすみませんお願いします。 でえー、とあと皆さんにあのお知らせなんですけども今リアルタイムで見てくださっている方には、えー、とチャットで今日画面共有した資料はです、ね、スライドですね1枚あのチャットの欄で今あの共有しましたのでそちらからダウンロードをお願いしますで、えー、と YouTube などで、えー、アーカイブの配信を、えー、ご覧になる方については概要欄ですねあの下の方になんかその他ってとこをポチッと押すとそこにあのダウンロードのリンクとかが表示されますのでそこからダウンロードお願いします、はい、そして たらえっ、ー、とじゃあ15ページのところを開けていただいてもいいですかね。15ページとっても先なの、ねですね、キストのところですかね。あはい、はい、あ、はい、あ,ありがとうございます。でこちらのところでやっぱりあの私もすごくご質問多くいただくのがあのマ、まあ、テキストをそう変えようかどうか迷ってるというご相談を受けるんですけども多分これがあのいつの時期に再開するかでもとか。ああ あとはまあ今後どれぐらい時間取れて例えば社会人の方で他の科目も含めて手こ入れしなきゃいけないとかそういったところで変わってくるのかなとは思うんですけども私も個人的には復習がてら変えちゃった方が穴がなくなるっていうのはあるのでいいかなとは思ってるとこですかねで、ちょっとこちらのところであのテキストの画面共有途中してくださったかと思うんですけどもう一回その PDF の画面共有お願いしてもいいですか <あっ S 1> はい。あ、ありがとうございます でこちらの補足なんですけれどもも、えー、ともと、まあ、中里講師の24目標の講義版 PDF っていうのがありましてそちらを1回25目標のテキストに転記をしてますでその後でもう一回その岡田先生の25目標最新版の講義を全部あの受けていってでえっ、ー、と、まあ、レジュメとかになってたものを全部テキストに入れてるような感じですねでですね多分こちらであのご質問が考えられるのがこれを写した方がいいでしょうかと。 いうご質問が多分来るかと思うんですよね。うん、で、まあ、あの<ー>これは基本担当性向けっていうのも兼ねてるので、これを全部移すっていうのはちょっとやりすぎだなと思いますし、はい、まあ先ほどね高井先生からもありましたけど、多分今見ていらない書き込みっていうのがきっとあるのかなと思うんですよね。うん、そうなので、まあこれはあのまあ大きな抜けがないか確認するのにちょっと適宜あの主に移籍された方とかに使っていただいて。はい 映、まあ、すものではないですよということで確認で大丈夫ですかね。そうっすね例えば、映さなかった結果として、はい、あの書き込みがないって読む、分、はい、かんなくねってなるとするじゃないですか、はいはい、その時にこれを見ればいいだけなので、なのでまあ辞書代わりというか、うはいはい、書き込むと回転するつどめに入る。 うん、そいう、はい、あ確かにね先ほどおっしゃってましたけどその書き込んだ文字の方が先に頭に浮かんじゃうっていうのがどうしても分かりやすいんだけどちょっと<ぁ>あのなんですかね論文でその書かなきゃいけないってなった時にやっぱちょっと<ぁ>、うん、あのノイズになる可能性は出てくるかなと思うのでですねだから、まあ、もし仮に去年のものを使うっていう方でも少しこういらない書き込みはちょっと消したりとか。 もしくはその書き込みを移さないと考えたら意外とテキストの切り替えってすぐその、まあ、竹先生も言ってましたけど1日とか、まあ、ちょこちょこ隙間時間でやってもそんなにずっと何ヶ月もかかるみたいなものではないのそこまではもちろんますのが目的になっちゃうともう膨大な時間かかっちゃうので、うん、そこだけ間違えないでほしいなというのはありますかねそうですね。 あとはそれ、まあ、これはまあ適宜、例えば出先であの電車の中で見たりされる方結構いらっしゃるんですよ。電車でこう、まあ、なんかかですかねあの耳で聞くのもいいけど耳で聞くのってすごいこう受け身になっちゃうから何かしらちょっと思い浮かべたりしたいという時にあうまあ書き込み理論テキストがあの理論科目全科目あるので、まあ、それちょっと見て次のページ予測しながら見るとかスマホの勉強に活用されたりタブレットに入れておくとかいう方もいらっしゃいますかね。そうであとは なんか高井先生、そのテキストを切り替えるっていう、はい、あのご自身がされてたときに、何かほかで意識してたこととか、こういうのを写してたみたいなのってありますか意識してた一日でってなると、かなりね、<お>写すものを絞られるかなと思うんですけど、でも減らすことが目的。うん増やすことはできるんですけど、あとは例えばマーカーで引いて、消せないじゃないですか、あと、はい、から。 はい、なので、極力少なめにする、増や後から増やすことはできるので、それ、減らすことを目的としてやってましたよね。あもうじできるだけすっきりした状態を作わるそうというか、そうそうそう結局、まあ、増えるんですけど、うん、後から、結局分かってなかったにはなるんですけどね、ねそれが、まあ、結構いい勉強時間、つどつど考えるので。うんはい それはいい勉強生になってましたね。あれですね。今だとあのフリクションのマーカーとかあの消せるマーカーがあるので、<ー>基本的に消せるもので全てやってほしいなて,て、ね、ーー消せる。そうそう,そう消せるのですごい運命づけちゃうので。 ですね。すごいな。ダメですよそれ。はい、<laughs> すぐすぐ消せるからだとかダメですよ。<laughs> <laughs> まあまあちょっとやりすぎないようにというか、最初にこうやりすぎるとだいたい一章二章で止まっちゃって、当連が始まる時期に後ろが見えて,てないとかいうことになったりするので、ですね。うん、だからなんか完璧なテキストを作るぞとかはあまり思わない方がおそらくいいかなと思いますね。まあ、ねはい。ありがとう、ね、ございます。あとはえっ、ー、とちょっとじゃあ進んでいただいて。 でえー、とじゃスライドの,あの最後のページですね見せていただいて最後にあのリスタートの方へのメッセージをいただいたかと思うんですが高橋先生が論文の3回目で合格されてそれまであの順,順々にこう成績が伸びたというお話があったと思うんですが最後の年で、まあ、ちょっとずつこう伸びていった基礎論点の取りこぼしがなくなったとっいうのはあったかと思うんですけど何かこう2年目と3年目でこう変えたこととかありますか年年目と3年目と 何ででこれはですね、はい、あのあんまり言いたくない<笑><笑>あんまり言いたくないのは <laughs>、はい、あの僕が勉強していた時は、はい、あの読み弁書き弁って言葉があって今ないかもしれないですけどテキストを読むか書くか。はい はいはい、2> で2年目から3年目にかけて僕はか、各に変えたんですああ、ちゃんとその論述できるかって方にそう、はい。僕はなので、当時はだから、テキスト読み込みなさいみたいに言って、実習室で勉強してても、友達がこうじーっとこう読んでるみたいな。はい、寝ませんそうですね <laughs> なんかちょっとこう思い出したりとか。僕はもうそれが無理で、うん ででもまあ書いいた方が絶対覚えるじゃなでですかも書く方が膨大な時間が取られるし、ねはい、めちゃめちゃ腕も疲れるんでそうで,す、ね、でももうあのちょっとまあ目を当てられないっていうもう死のごの言ってられないっていう、はい、まあ書いた方が向いてるような気はしていて、はい、なんとなくもう読んでもはい、はい、あの3歩進んで2歩下がる状態だったので。はいはいはい ここ読んだっけみたいな。で、パタって閉じました、始めてください。で、読んでたところが全く思い出せないとか、あ<ー>もう本当にうわつらだけ読んでたんでしょうね、きっとね。はい、なんかこう、目は開いてるけど、ちょっと入ってきてない,みたいな感じですか、ねそそ。それでも、あと残されているのは音読か書くかですけど、音読するわけにいかないので、うん、自習室で。はいはい、まあ、書くかと。 いうことで書く<ー>勉強に変えたらはまったんです、はい、それはああなるほどそれで成績がドンってと僕はなりましたあんまりおすすめできないというのは時間がかかるからってことですかねめっちゃ時間がかかります <laughs> 当たり前ですけど、うん、はい、はい、そうですねなんか超重要な論証とかを 1>, はい、1日何個か書き出すとかは、それぐらいだったらいいんじゃないかなって話はしたりしますね、今でもなので、今、例えば書くとしたら、持ってる方は分かると思うんですけど、はい、論文対策問題集って、問題文があって、はい、答えの文章があって、はい、その下に、まあ、はい、答案構成みたいなポイントがあるですです、ね。こう過剰書きで、これとこれだけは入れてくださいみたいな、ね、だからまあそこだけ書くとか、僕はそれも無理だったんです。 あーそのポイントを書いても文に起こせないみたいなことです。起こせなかったです。ポイント自体はよく関西起こしやってんなってたんですけど。<笑><笑><の>ポイント自体が2年目だ 2> の時は書けない感じだった書けなかったですね。だから僕は、センテンス、<ー>文章じゃないと覚えられなかったです。はい、ああ、なんかそのつなぎ方とかも含めてそ。そう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 。なので、もうテキストのそのカッコ1とか見たら、はい 頭の中に定義とかがぶわって出てくるものは書かないですけどはい、はい、答案構成よりももうちょっと文章に近い形で書いてまみてでっようっていう、はあ、うういそそなんかどうしても文に起こせない人はたまにやっぱり、まあ、当連の機会じゃ足りないって感じるようだったらそれでやってみて、うん、でそれがそ、ね、写,写経になると本当に時間もったいないっていうのがあるのでちょっと昨日見た内容を朝一で書き出してみるとか。うん うんまあ、最初はちょっと時間かかりすぎるかやっぱりポイントだけに1回絞ってみて、うん、それでもできないのかどうかとかいうので、うんね、最終手段ではあるけど、まあ、確かに、ものによってはやってもいいかなとは思いますね。僕ははまりましたけど、うん、まあ、時間かかるっと、監査のだけじゃないですから、全科目、まあ、理論科目は全科目だったんで、うん、スピーチ検証絵になってました。<あー> <laughs> うね、右腕にこう尻を張って,僕なんて まあ、見せられないですけどあの握、握手の方が太いんですよ、はい、まだあそのときの名残でってことですか毎月、ップ張ってました。はい、ははシップ張って、タックいってました。は <laughs> まあ、音読っていうてもあるあるんですけども音読もやっぱ読むだけになると残らないからやっぱどんだけ思い出すことをやるかっていうのをあそうまあ思い出す作業をどうするかなんでしょうね、うん、読むだけだと本当読むだけにやっちゃうんで理想を言えばずっとずっとちゃんとテキスト閉じてで1回思い出すっていう作業はや とかいと思まあやっぱりメリハリはあると思うのでどこまでの精度で思い出すとかとかあとは時期もそうですよね今の時期にどこまでやるかとか直前期だったらここまでとかそういうのも変わってくるとは思うんですけどそうですね今例えばテキスト全編でやる必要は全くないでしょうしう、ね、本当に重要なところだけでいいでしょうしうんうん、うん、そう例えば時期とか自分のかけられる時間とかあとまあどのぐらいの今あの ですかね位置づけにいるかというかまあ本当にもう全く書けない感じだったら最初はまずポイントから実際書いてみるとかもありだと思うんですけど、うん、他の科目の方にものすごい伸びしろがあるようだったらやっぱり総合の偏差値で決まるのでそのメリハリとか優先順位付けはやっぱり必要だと思うんですけどやっぱその覚えることから最終的にやっぱ逃げられないっていうのはあるのでそうすねま理解してイメージはやった上で、うん、最後はやっぱ事字で起こさなきゃいけないっていうのがあるので。うんうん うん、ちょっとまあ自分の力がどこが弱いかとかであの伸ばし方わからないとかだったらいろいろ試した上でやっぱりあの先生とか中田さんとかと話してみるとあ自分こっちのタイプかもみたいなのがあるかもしれないのでか字で起こすタイプの方と頭の,頭の中で音読するみたいな音読っていうかその声に出すみたいなタイプ私そっちのタイプだったんですけどたまにまあ書き出しもあの字がどれだけのスピードで書けるかとかも含めてたまには直前期やってましたね。 であと文字でそのもう画像として覚えるって方もいらっしゃるのであいろんなタイプがいるから自分がどういうタイプかとかあの科目によっても適正ちょっと違ってくるかもしれないので、うん、いろいろやっぱ試してほしいっていうのはありますかね。そうですね。で2週間ぐらい試すとだんだん分かってくるみたいなところあるので。合わなかったらもう ささっっと次行ったううがいいですな何かしらやってたら絶対あの思い出す練習をどんなやり方でもやってたら伸びてくるっていうのがあるので、うん、ちょっとまあ暗記が苦手ですって人はもしかしたらそのイメージしないでまあ完全な丸暗記になっちゃってるか、うん、もしくはその読む方答えを目に入れてるみたいな感じだとやっぱり思い出す能力とか神経と違うっていうのがあるのでそこら辺の工夫はいっぱいやる必要があるかなとででもあれですよね一、うんね、回覚える筋肉みたいなのつくと。 なんか面白いようにどんどん入ってくる時ありません。ああ、そうですね。で、自分の場合は、思い出すより先に手が動いてました。ああ、もう、ぱっと聞かれた瞬間、ばあっとかけるみたいな。定義とか、ま特に昔はね、あの、換気法配られてなかったんで。ああ、もう、ちゃんと。だから、もう、全部覚えていかなきゃいけなかったっていう時代背景。もそうですね。それもありますね。確かに。うん。今だと、結構、まあ、大抵のものは、大体換気法に載ってはいるから。 まあ社会人の方でちょっと暗記量を減らしたい方は換気法を引くのがすごい早いみたいな方も今いらっしゃいますけど基本論証を書けなきゃいけないということ自体はやっぱ変わ,れは変わりはないですねとあとは、まあ、ちょっとこれ、感想なんですけどやっぱりあの基礎論点取りこぼさないっていうことが、はい、取りこぼさないだけじゃなくてその書くの早いってやっぱり大事だなとは思いましたかね結構、監査論でずっと成績が伸び悩まれている方がやっぱりおっしゃるのが、はい、意外とその第一問で時間がかかっちゃってる。 話を伺うんですよね、うん、事例問題に行った瞬間にもう残り50分なかったとか、はい、でそうなると第2問が時間が足りないから他の人が書けてる部分点が取れないとかいうことも出てくるのでああそうですね悩みながら典型論点書くっていう状態だったらそこはやっぱり、はい、あの定着させる必要はあるのかなと思いますかねあ、はい、さっきの典型論点な4問ありましたけど。はい あれはあ今回の、ね、はい今回の試験、はい、あれはできればもう悩まず瞬殺してほしいぐらい、ね、うんうんうね、うん、こんな感じだったかじゃなくて、うん、はい来ましたっていう,う,、ねうん、うラッキーって思いながら書く風にすると、うん、それでまあ時間の余裕も生まれてっていう感じですよね、うん、そうですね今回のでも最初の方のは まあ結構 5, 8 5月8月だった方もあのやってたっていう話は聞いてるので、はいはあ、そこでしっかり取れたかどうかが合否が大きく変わるのかなという印象ありますか。変わる可能性は、うん、これでみんな取れてたら、ね、なんかあれってなるかもしれないですけど、うん、多分そんなことはないと思うんですよね。うん、やっぱ典型だけど、はあ、やっぱりどうしても典型が抑えきれずっていう方が。 やっぱりあの、合格、あの、受験生全体でやると、やっぱり。そ,そうなんですよね。例えば、四問あるじゃないですか。四、はい、問で。ままちょっと見せていただいてもいいですかね。四問で、これ、はい、あの。一点ずつ取りこぼすと、マイナス四点になるんですよ。うんうんうん、そうです、ね、だからその一点の重み。4点この、問一、問二、問三、問題二。ですけど。例えば、平均点が。四十点。うん。 からまあ50点、50点はないと思うんですけど、うん、40点だとしたときに、そうすると、4点失うって、めちゃめちゃ大きいんですよね。うん、そうですね特に大問点なので、うあの素点の分析とかすると、本当にもう、なんですかね、1点変わると偏差値2とか3とか動くぐらいの、本当そういう団子状態なので、4点以点のことちょっと。うん かなりの偏差値の開き出ちゃうイメージですね、50点中10点とかですもんね、平均16点14点、4割、まあ、とは言ったりはしますけど、自分が受験生だったら問題1から問題2までは全部満点です、はい、瞬殺満点です、ね。んうんうん、これで、<う>あ他の人よりは上だなっていう、まず自信が持てるんで。うんま、ずその満点取り切っっったぞてていううことでとです、ね、そ,うだそうするる時間も余他のところは 仮に取りこぼしがあったとしても、はい、貯金が問題1から問題2であるので、うん、ここでなので、問題2までで合格して、はい、でそこからもう積み上げというか、うアドバンテージの段階に変わるっていう、ボナスの時間みたいなふうにイメージですかね。なので、まあ、欲を言えばやっぱり満点は欲しいんですけど、うん、まあなかなか難しいのでね、それも。うんうん、ただ、例えば1点ずつ失った4点を。はいはい 後ろでカバーしなきゃいけないわけじゃないですか。今日それこそ換気法をまとめますとか、うん、事例問題をの4点を伸ばすための労力と、うん、この冒頭の4問を満点取れるにする労力はどっちが楽かって言ったら絶対冒頭の方なんです。うね範囲が少ない、ね、も答えが決まってるから。ただ満点取れるように覚えるっていう作業が、はい、まあ地道で大変で忘れるしみたいになるんですけど。 点数を取るためだったら絶対そっちの方が早いし楽なんです,、うん、そうですね。まあ、時間とか、まあ、何ですかね、まあ、範,囲し範囲が少ないし他の科目に比べても覚えるところは少ないしあとは例えば覚えた上で満点取り切るとかいう話になると、うん、問いにちゃんと沿うというか。あのうん まあ、覚えたものをまんまそのまま吐き出すんじゃなくて、若干その本試験の問題にこう合わせるみたいなところもアドバンテージとか取るためには必要になってくるかなと思うんですけど、今回って何かそういう特徴的な指示とかってありますかいや、今回はですね、もうこの冒頭4もないです。ああ、じゃあもう本当いつも通りの典型をそのままこう差し出せば、はい、もうそのまま点数が来るみたいな感じで、ね、せいぜいその。はい 皆さんがど,どれぐらいのボリュームで覚えているかわからないんですけど、はい、ひょっとしたら例えば自分が覚えていた論証と行数が合わない、思ったより短い、思ったより長いっていうふうに、もし感じているんだったら、はい、そこの調整はいるかもしれないですけど、はい、指示はもう、はい、あれ、典型ですねっていう、行ただそれだけでした。はあまあ、応用的な話は、この世も入ってなかったんで。んなるほど ここは落としちゃダメです、ねううん、じゃあここがもし、うん、あ自分ちょっと取り切るような準備ができなかったなっていう感じだったら、まあ普段の,、うん、あの出題範囲がある当連の時にまずはそれをできるようにしていくってこととあとは、まあ、年によっては少しこう、まあ、行数がすごく極端に短いとかいうことがあったりするので、うん、まあその一言で説明できるかとか、うん、そういうのができるとよりこうアドバンテージとか、まあ、守った上で稼ぐみたいな話になってきますそうですね。そうでですねの 結構そうですねこ今回の最初の方うは、まあ、第1問がやっぱりまあ当連で出してたとか、まあ、問題集にも載ってたっていう話がすごく聞いてるので、まあ、ここはあの受講生産で終わってから結構質問来ないいらっしゃる方あのあるんですけどもその方たちもやっぱ第1問は結構解きやすかったって5月、合格したのも言ってたのでちょっとここは今回要注意かなと思います。かね でその先進んでいて、まあ、第2問がやっぱり他の予備校さんからあの自己相談にいらっしゃる方もやっぱり、はい、あの解きにくかったんだっい話はあってるんですけどもただ段の事例に比べるとものすごく指示が少ないというか、まあ、状況の指示がないことでちょっともう想像で作文をしなきゃいけないという。 のがあのちょっと今年大きく変わったところかなとは思ったんですけどもこれがえっ、ー、とあれこの第2問の中でそのここは典型みたいなのが今年珍しくなくてっていうところですかね。な、はいです、うん。でもみんなで部分点取る大会みたいな感じですかね。うん、そうですね,、うんうん、ですね内部統制。あとはあれですかね指示が少ないってことでいろいろ別解が考えられるっていう。 はありますかねあ<ー>何をいてもあるんじゃないかなあるんじゃないかと。っていう。そうですね、ちょっとちょうどここの点についてあのご質問いただいてまして、キン、はい、q ーで何かあの聞きたいことありました、リアルタイムで聞いてくださってる方、あちょっと待ってもらっていいですか、すみません、申し訳ないです。 あすいません点検できちゃって申し訳ないですあすいません続きいますね申し訳ないですでえっとあっすいませんでえっと製品についてってことでちょっとご質問が頂い,いてたんですけども、はいえっと、Q&A ですねちょっと読み上げますで、えっと、問題1の製品について評価と期間帰属っていうので一つのアサンションだと考えてましたとでそれを関連するアサンションとしたのですがその場合であっても監査手続きが採点される可能性はありますか ってていうご質問が来てるんですけどもある評価と期間帰属で、一つのアサンションだと思ってましたと。で、関連するアサーションを答えるところで、多分評価と期間帰属って書いたんですかね。評価と期間帰属ってあげた。ああ。で、数手続き部分が点数入るかどうかっていう。手続きは入ると思います。 うんうん、あじゃあ、浅昌のところで 2>, <ー>その2つ一色多で書いたところがどうあの部分点が入るかどうか。でも評価はあってますからねうんうん、うん。なんの配点が何点かにもよると思いますけどああ、はい、罰にはしななないいんじゃないかなここがまあ仮に例えば1点じゃなくて2点とか3点とか浅色分にあるとしたら、もしかしたらそれで入る可能性とか。 で、いて,て仮に入って、一点だったらゼロになっちゃうかもしれないですけど。はい、あ二点以上あったら、点数はあると思うんですよね。はい、僕なら振りますけど。うん,う,んうん、うん、うん。はい。で、監査手続き部分は、あの、そこがちゃんと適合していることをかけてるんだったら。満点数入る,る。だったら、点入るはずです。はい、うん。あ、なるほど。あ、ありがとうございます。結構、このあたりが、あの、まあ、答練とか問題集とかを復習する中で。 やっぱりこう知ってる知識をどうやって使うかとかいうところが出てくると、うん、まあ何かあのこういう部分点の取り方とかで分からないことがあればやっっぱりちょっと先生に聞いてもらうとかそういうことでより力が伸びてくるとは思うのでごで、ね、ご質問ありがとうございますで、えー、と何か他にもご質問ありましたらキャンド a であの書いていただければまだあの時間まで対応しますのでお願いしまますで、えー、とあすみませんじゃあちょっと本試験の続きのご質問で。 そうですねちょっとやっぱここがみんなこう思い思いのことを書いたっていう相談は受けてますね。あの質問コーナーで9月以降もいただいてるんですけどもそうですねなんか高井先生の方に来てる質問とかありますか、はい、他で受講生からこんなふうな質問を受けたとか。あっ論文受けた子はまだ質問受けてないっすね。はい、あです,そうです、ね、まあちょっと,とっ遊びに来た子は一人だけ <laughs> あの就活し私の方は結構そうですねあの移籍の相談とかあとはもう5月受かって、うん、その後論文の勉強まだあんまりしないで論文受けたというご相談を受けたりしてましてなので、うんあ,とまあ、あとはまあバキバキに論文まで準備して受けてでやりきったぞということはあるんだけど、はい、ちょっとやっぱり不安な科目あるから再開しようかどうか迷ってますみたいなご質問とかは頂い,いてる感じですかね。 で高橋さんの場合は 2, 2回目の論文の時はある程度手応えはあったとっいう感じですかね。2二回目というと、えっと、受かる前の年度、ね。前の年度、はい、えっとねえー、受かったと思いました。ああ、なるほど。は<ん>どこの、もうその時にある程度得意な科目があってとっていう感じですかね。そう、僕が受けてた時は財務の計算理論が分かれてて。 でと、えっと、1400点満点だったんですけど、はい、700じゃなくて、簿記 <laughs>、はい、200点、はい、財務省評論200点みたいな感じだったんですけど、簿記が8割以上取れて、はいはい、ああ、なるほど、ゃもそこでまずいっ失敗もなくで、3日間受け切って、あ、はいまあこれは受かっただろうと思ったわけですけど、蓋を開けてみたら、はい、番号がない。 っていう、ね、ああ何かの科目であれその時って開示された感じですかね成績的とかはなくない,ないかなん<ー>で落ちたかは謎のままそこそこなるほどその時代はきついですねちょっと次の年度また担当からっていうことですもんね、うん、そうなんで落ちたかは分からずじまいっていう,うで,、ねうん、でまあやったこととしてはもう基礎で絶対取りこぼさないぞっていうふうに書いてっていう感じですか、ねうんまあ、そうですね、うん、まあよりより うん、あ,あまあより計算は伸ばせるとこは伸ばし、ねまあ、より基礎で取りこぼさないっていう、うん、だ四年目の癖して入門のテキストとか開いて、うん、ああ、でもそうですね、あの帰って論文三回目とかになると、うん、実は入門の内容が抜けてしまったり、ね、実は分かってなかったんじゃないかとか、うんうんうん、いうところは徹底してた。 感じですかね結構まあ初学の時にあの講義受けてからずーっと実は見てないページがあるとかが結構聞いたりするんですよね2年,2年目の時でも結構やっぱ伺うんですけど、うん、論文で担当直後の時はまだやっぱり基礎的な内容が入ってるので換気法を引こうにも先にちゃんとゴールが分かってから換気法を引けるみたいなことになってる人が多いんですけどちょっと2年目3年目になった時にやっぱり。 テキスト一周するとか、まま、目次見て全く内容を思い出せないところはちょっと講義を受け直してもやっぱいいのかなという状況の方が多いので、うん、ちょっと基礎的なものをさらうというのは確かにいいなと思いますかね。うん、そうですね。なので、あと、監査論ってあれじゃないですかね、結構財務理論の知識使いますよね。あ会計学は、はい 変えますかね評価って言ったら結局財務理論であの測定って言ってる分野の話だし、機関貴族は認識でやってるんで、ま、今回の問題はそれがなんか邪魔をした問題だったんですけど、はい、考えすぎるとちょっと何書けばいいか分からないみたいな。また多分の拝点はあると思うんですけど、まだ問題にも映ってますのねこれ資料のカッコ A で。 国内の製造委託先の X に製品製造依頼してて、で、製品買い入れてるってなってて、うんうん、これはただの害虫、はい、なのか、優勝支給みたいな形取ってんのかがわかんないんですよ、ね。X 社に製造依頼してて、ね、こっちから材料を投げてんのか。うんうん ね、そう資質はないんですね。管理会計が優勝支給で出てたんですけども、まあ、うん、そこまではちょっとこれだと読み取れない点もあります、ね、優勝支給になってくると、うんうん、あの収益認識基準の論点が入ってきちゃう。うんうんうん。ですよ。そうですね。あでもまあみんなそこまで考えるかなで、うん、まあ生産依頼だけだと優勝支給まではすぐにはいかないかもしれないですかね。<laughs> うんうん、僕は最初にそれがパッと出てきて、うんうんうんた、うんね、だそうすると、うん、あの後ろがね書けないんです。 問題2で、在庫管理等をしていた一人の担当者が不正してるじゃないですか。これ、うね、不正って粉飾と資産流用に分かれるんですけど、優勝支給の論点にしちゃうと、うん、資産流用の論点が出てこないんですよ、うん,うん,うん。物は動いてないから。な,るほどなんか、どんどんこう大筋から離れた回答になっちゃうから。そうなんかこう C につなげていくと、ね、まあ一応、こっちは B に関連してにはなってるんですけど、うんうん、ただ、まあ、なんかちょっと、もっと実は、ね、B もあの外国企業とはって言いながら資産流用の話だから、うんうん、為替の論点は出てこないんじゃない、実はって話になって、うんうん、そうすると、問題1も実はシンプルなんじゃない、はい、っていう話になって、うんうんね、なんかその財務会見の話。はいな A は優勝支給とか外注みたいな話ではい、はい、B は為替みたいなっていうふうに最初の頭になるんですけどはい、はい、問題2を読んでいくと、うん、いや実はそこまで聞いてないんじゃないかみたいな、うんうん、もう単純に仕入れと資産流用とかそ,うそうそうそう<ー>であ<ー>まあ模範解答見た模範解答っていうか、まあ、タックの解答で見た方は分かると思いますけど、はい、もうすごいシンプルな解答にすると比較的特に問題2は123、はい、ってストーリー仕立てになってるので、はい 回答がちょっとこう、ま、裏読みすると逆にこう<う>どん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 細かいこと聞いてるんじゃないかとか思いすぎると。 っていいうのはあるかもしれないですねです結構これは悩んででもみんなでこう話をしてるといや実はそこまでの問題じゃないんじゃないのかなみたいなこの、うん、委託っていうのがそんなにこう何ですかねそう優勝支給をしてるような委託までは考えずの指示になってるんじゃないかって単純に仕入れてる、うん、結構でも普段の事例問題であればもうちょっとこう勘定、うんまあ、科目がもっと、まあ、はっきりどんどん想像できるような指示が多い年が あるかなと思うので、まあ事例の中でも解きやすいはと複雑には、複雑に、そうでも海外である必要もないし、ああ<ー>、製品の生産依頼する必要もないから、はいうんうん、なるほど、そうですね、依頼がいいで、そこを組まないといけないのかなって、うん、考えすぎちゃわない方がいいのか<ー>もちろん正解わかんないですけどね。うんうんうん 買い入れがなんかねそう,そうですね確かに委託して芳根屋敷で買い戻し義務があるなしとかまで考えるともうどんどんねそうそうそうあのにそう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 でうねうそうなんすよ、ね、そう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 そたそう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 まあそっそう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 ううそうそうそいううそそう やった上での、まあ、冷静にやれることをやったら、はい、おそらくみんなで団子状態みたいなイメそうですね。えー、普段皆さんがどう問題解いてるか分かんないですけど、はいはい、僕はまず問題用紙全部と回答用紙見て、第1問、第2問関係なく、はい、典型問題をまず全部埋めちゃうんです、先に。 1> 第一問と第二問で残った問題で時間配分を決めていくので。はい、ああ、なるほど。うん、まあでも時間が足りないっていうな。うねうん、まあ気持ちはわかるんですけど、うん、デッドラインは決めないと。うん、うん、うん、そうですね。その100点の回答をやろうとすると、<う>本当にもう時間がどの問題もなくなっちゃうから。ね、これはでもまあ自分も経験、うん、何回も経験あるんでわかるんですけど。うんはい、計算も同じじゃないですか。ハマっちゃうと。<laughs> う,ね、うん。 そうそれと全く同じで、うん、もう、なんだろうな、言い方あれですけども、諦めて次行かないと、帰っって点数が下が下ちゃうんですよねうんうん、うん、そうですね、なんかどこかの証文だけ高得点っていうのでは、ね、やっぱり大門全部ではいあの偏差値が出るっていうのがあるので、ですねまあ何回、自分も何回か、当連とかで大失敗して、もうちゃんと時間区切ろうっていう、はい。うん となるとも意味がないって言ってそこ、ねうん、からまあ諦めて次行くっていうことは意識するようにしましたけどね,ね私の場合は私は結構大門ごとで締め切りを決めてましたね大門、うん、の中で分離して典型,だ典型で分離されてるところはもう絶対書くみたいなふうに決めてるのとあと、まあ、どんなにこだわってもそのなんですかね60分を超えてまでやるようなものではないっていうふうにちょっと思ってで まあ、点検のとここだわりすぎずで55分って考えたら大体60分超えちゃうんでそれぐらいの締め切り感でやってたんですけど、うん、ちょっとやっぱ事例の方が多少は時間あった方が冷静に読めてるっていうのはあると思うので、うん、やっぱちょっと点検の第一問で60分超えとかしちゃってる方はそこの振り返りは必要かなと思いますかねそうですね<う>時間配分はもう2時間通れ、うん、2>, まあ2時間の問題解いてる時にしか、はいろ、はいろ、は、と、い、研究というか実践というか実験というか、うん できないのでそまあ、ねうん、使いながら失敗してもいいのでいろいろ自分もなんか難しい方から解いてみたり、うん、簡単の方から解いてみたりあうで、ね、最悪70分使ってもいいかってしてみたりとか、はい、いろいろやって自分の形に落ち着いたので。だからちょっとやっぱりあのもしかしたら去年の論文討論ではなかなかこう。 ですかね、十分な準備ができないまま、登壇を受け進めたという方も結構いらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、リスタートになったら、やっぱせっかくそのインプット強化の時期が今だったら取れるし、登壇の準備とかも比較的やりやすくなってるはずなので、丸暗記しろってしてほしいということではないんですけど、やっぱりこう試験中の立ち回りとかも含めて、できるだけ登壇の機会、大事にしていってほしいなと思いますすかねそうですねであとは、今のところいただいている質問は以上なんですけど、何か補足で。 言い忘れたこととかありますか、高橋さん。もう。言い忘れた。あ、あの、はい、さっきの。成績伸びたって話あるじゃはいですあ,、はいはい、あれ、計算が先に伸びたからですね。ああ<ー>、なるほど。計算科目が、はい、その簿記が安定して。はいはい、あの、百番ぐらい取れるんだったんですよ。うん,う,んうん、うん、うん。 思まずそこで稼げるぞっていうがう計算にかっすね。はい、ああ、そうですねやっぱり論文リスタートで合格される方ってどっかのタイミングで一回計算強化が終わってる方が多いんですよねそうそうそうそ,うそ,うでそれを例えば今あの9月10月11月の時期に終わらしておくとかいう方もいらっしゃればちょっとそれが1月とかを超えてくると<う>やっぱり理論科目を取れる時期がなかなかないまま本試験来ちゃうとか。うん になるのでもうせっかく今あの早めに受けてらっしゃる方はできればやっぱ計算今の時期に伸ばしきっちゃうみたいなのするとやっぱりこう勝ち筋っていうか王道の受かり方みたいな感じになりますかね。そうですね。うん、だから満遍なく全科目成績伸ばすのは、うん、無理じゃないですけど、うん、相当大変なので、うん。全部同時並行で手こい入れて結構やっぱきついですね。そうやっぱり得意科目を作るのがなんですかね。 そうですねこの,、うん、の科目ではそうそうへこまないぞみたいな状態を、特に計算は1回時間かければメンテが楽なので、れは大きか,ったかな、ね、財務とかだと、てこ、うん、入れってなったらね、ねやっぱり円周量とかとかね取ったり、講義受け直したりとか出てくると思うんですけど、うん、メンテナンスだったらかなり絞れるので、<う>まあやって1時間とか。 なんかまあ、社会人の方だともう30分だけでずっとメンテしてるみたいな方もいらっしゃったりはするのでそうですねで、うん、さっきその1年目とか、まあ、僕全科目が知恵を刃う時きだったんであ、はい、勉強しなかったってだけなんですけどね2年目の時はちょっと計算が伸び始めてでもまあやっぱまんべんなくやろうと思ってて、うん、それこそ A も B も、はいはい、C もはい、はい、もうちょっとどんな問題か忘れたんですけど、はい 財務の理論の何かの論点の担当の選択肢を間違ってこれ前に見たことあんだけどなって思ったら、はい、別の問題の別の誤り方をしている選択肢が頭に残ってただけで。含含める含めるなないいみたいな それを判断することができなくて、うんうん、その時に実は自分は何か大きい勘違いをしてるんじゃないかっていう、はい、その時はまあテキスト読んで問題解いてっていう、はい、ななんだろうなあんまり何も考えないでやってただけなんですけど結局は多分その間違った選択肢が頭にの一番残っててで別の角度で聞かれた時に。はい あのしだからあの<そ>関係ない論点がよぎっちゃうみたいなことですよ、ねそう。それはね<ー>なんかね結構今まだに覚えてる結構大きい出来事で、たかが担当選択肢1個、うん、1> その時に多分うん、うん、僕の勉強方法はきっと間違ってるっていう本当に気がついて、いろいろとそっからかな勉強方法みたいなものを、うん、いろんな、いろんなものを試しては。 うん、あこれやっぱ違うわって思いながら、うん、まあその書かないと無理だわっていうのも一つですけどうん、うん、それが大きかったですかかねなんかこう結構なりがちなのがこの教材を何日で何回転したら受かるかとか、うん、そのちょっとま、うんべんなくずっと回転してるとどこも実はあの実際書けるものが少ないとかあ,の、うん、まあ他の科目もちょっとこう。 苦手なところにちゃんと当ててないとか、まあ、点になりそうなところを伸ばしきってないみたいなとこがあるかもしれないので科目全体的なこと言うとできれば早めに時間取れるうちに計算やっぱ伸ばしてほしいっていうのはあるんですけどもうちょっとやっぱ監査論もう、ねうん、なんかずっとこう <laughs> 回し続けるみたいなのは避けた方が特に今の時期はいいのかなと思いますかね。それはそうですね言うても監査論もどれぐらいあったらいいですかって聞かれるんですけど。うんうんあはい 例えば1時間とか2時間とかって僕の中ではもうただの誤差であのもうざっ結局思い通りにいかないじゃないですかうん,そうです、ね、そんな一日のスケジュールもそうですしいす、ねはい、僕がいつも言ってるのはテキストの分厚さの割合でやればいいですって言ってるんです。計算が圧倒的にさまあ、ちょっと財務の計算はとんでもない量ですけど理論科目だったら3つ。うんうん そのテキストの分厚さぐらいの割合ってざっくりぐらいで僕はいいと思うんですよね。そこを例えば1時間長くやったから成績伸びるかっていったら多分そうじゃないのでそこは目的じゃないんですよね。うんまあ、今の時期だとねまるまるこの科目だけみたいな日があって全く問題ない時期なので,で全然いいと思います。苦手度合いとか。 自分がテキストの目次見てどんだけ嫌な気持ちになるかとかその多分あの割合が科目によっても違うと思うのでそこであんまり今の時期は特にバランスとか気にせずでしっかり当てきるものは当てるというふうにされるといいかなと思いますね。これまたあの全然その20年以上前の話ですけど、はい、その僕が血を這う出来だった時は担当とか論文のタイミングも全然違いますけど、うん、9月1か月は確か理論科目触ってなかったと思、はいます。 論文が7月あえっ、ー、と、論文が7月だったんですけど、あはいはい、その後えっ、ー、と、いわゆる2年目の講義が始まるのが10月だったんですよ、うん、確か。僕が受けてた時はですけどね。その講義が始まるまでの間のちょうど1ヶ月、あ、うん、でアクセスがね、9月から始まったのかな。あなるほどだから、アクセスだけあるみたいな。 じゃあ計算だけやってるって感じですかね。そでのその時は、はい、本当だからまあ今でいう財務の計算と管理だけ一ヶ月やってました。三科目は触ってなかったです。でもそれぐらい偏らせておかげで計算はドンって伸びたんですよ。だからちょっとそういう集中して当てる時期を取ってってことですか、ね。そう。まあ僕の場合は基本的に考え方が極端な人間なので、はいはい、<laughs> そういうやり方にしましたけど。はいうん まんべんなくはね、担当のもよく話してますけど、まんべんなくは僕は無理なので、うん、得意なところを伸ばしていく。えーうん、あと、やったりするのは、例えばあの学習専念の方だと、一、まあ、日丸々、もう就活が落ち着くと、勉強時間が取れちゃうと、はい、ただ、まあど、どれぐらいやろうかってときに、はい、まあ基本は自分は例えば租税と財務計算と管理を伸ばしたいんだけど、監査論が2か月放置はさすがに怖いと。 いう時に、はい、まあ私がじゃあ試しにこんなんどうですかって言ったりするのが、あのはい、本試験の曜日って金土日じゃないですか。なんで、金曜日の午前中ぐらいはちょっと観察論見てみますかとか <laughs> いう話はしたりします、ね。あ<ー>まあゼロにするのが怖い人だったら、そういうやり方するとか、まあ、それかまあ金曜まるまる観察論の日をたまに作るとかでもいいと思うんですけど、まあ、人によってはもう一気に、はい、もうとりあえず計算だけにまずは集中するとかでもいい時期だと思うので。はい、そうっすね、うん、なので,で、それもあれなんですよ。 怖くないかなぐらいでいいんですよ、だからやるとしたら。1だか1ヶ月触らないのはさすがにやばいなら、うんい、どれぐらいまで粘れるかじゃないですけどね、うん、2>, 2週間ならまあいいかなっていう、うん、だったら、2週間やんなくていいんですよ。そんなもんだと思いますけどね。それ,れそれまでど,どこまで、その時期までにやってたかとかでもあるとは思うのでの、うん、そうですね。 特にはないのでうないいののでまずは自分の苦手な科目がどれぐらいあってどれぐらい手声に時間かかりそうかとかそのあたりで考えていただくのが良さそうかなと思って、ね、そうですね。そしたらじゃあご質問も大丈夫そうなのでですかね。 はい、そしたら、じゃあ、えっと今日のリスタートガイダンスはこれで締めたいと思いますので、えっと、何かあのご質問とかありましたら、高橋先生もいろんな講舎とかオンラインにもいらっしゃいますし、私もあの学習相談とか受けてますので、来ていただければと思います。はいでえっと今日ですね、19時からは、企、えっと、業法の大橋先生がリスタートガイダンスされますので、そちらの方もぜひご活用ください。はい、じゃあ、高橋先生、今日はありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました、はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、締めたいと思います。お疲れ様です。はい、失礼します。